はい、ここはですね、その阿光にある、まあ、一つの、まあ、観光スポットになっているビートルズ文化博物館なんです。でなんで阿光とビートルズって皆さん思うかもしれません。実はその阿光在住の岡本さんという方がビートルズの、まあ、コレクター、もう熱心なコレクターで、もう本当にマニアが喜ぶようなものをたくさん集めて、そしてそれを、ね、展示してるんですよね。それで、まあ、私もビートルズファンなんで、ちょっと仲良くさせていただいているので、ちょっと中覗いてみたいと思います。こんにちは。あの、ビートルズ文化博物館の館長の岡本初奈さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここはね、ビートルズのこう、なんていうのか、ものがね、たくさんあるんですよ。ちょっとじゃあゆっくり一緒に見ていきましょうか。この中、まず大雑把に説明しますと、はい、こっちが博物館セクション、はい、あっちが文庫セクション、はい、で博物館の方は、このウィンドウが6つあります、はい、こういう展開ね。でそれぞれのウィンドウに僕の作った大きなポスターが入ってます。でこれがうちがビートルズ博物館でなくて文化博物館の文化の部分をこれが表して、うん、でいつもテーマを考えて、でいろいろコピーも考えて、で新しいのが浮かんだら6枚作って、うん、そしたらコレクションと一緒に入れ替える。なるほど、はい、で大体今ここに出てるのが文庫も含めて僕の持ってる100分の1ぐらいなんで。なるほど、はい、それでポスターできたら入れ替えるということで、お客さんにいつ来ていただいても、あ中身変わってるわと。なるほど、そういうふうに楽しんでもらえるという。これ見てましょうか。これ、はい、本物のサインですか？え、いえ、本物はね、こっちじゃなくて、あっち。あそこに赤いレーベルありますね。ええ、パール本体。あそこに本物のサインが。あれ、本当のサインなんですか？はい。はい、いくらぐらいですか？まあ、値段はもうちょっと忘れちゃった。え、買ったんですか？はい。すごいですね。サインが入ってる、あの、レーベルのところがね、赤いでしょ、ええ、普通レコードのレーベルは黒いですよね、うん、で、初期版だけ赤いんですよ。なるほど。なので、サイン黒が入っても分かるという。なるほど。お宝ですね。で、こっちは？ここはですね、第2期でアメリカにデビューした頃、あ、そういうイメージですね、はい、で主に映画のハーデーズナイトとヘルプとこうメインに飾ってます。そうなんですね、はい、岡本さんは一番お気に入りというか人生に衝撃を与えた歌が、はい、ハーデーズナイトですもんね、はい、だからジャーンの一発目、ジャーンの一発目ですよね、はいはい、それの本なんですね、これね、はい、さあこっちが何でしょう。ここは、ナバーソウルという一番ねビートルズが自分たちの主張を訴えたアルバムができた頃で、そろそろビートルズがビートルズらしくなってくると、あそういう頃なんです。これブッチャーカバーじゃないですか。これブッチャーカバーで、ブッチャーカバーの、アナザージャケットで、しかもシングル版なんです。あ、いやこのブッチャーカバーっていうのは、はい、ビートルズがこうなんか精肉屋さんというか、なんかこう、そうそうそう、精肉屋さんのあの服装のことを、ただあまりちょっとグロテスクだからって、はい、すごく回収されたレコード な,、はい、なんですよね、はい、でそれがビートルズの主張だったんです。うん、つまり豚肉を解体するでしょ、うん、とバラバラになっちゃうじゃないですか豚肉がね。でその状態がつまり自分たちのレコードはアルバムはアルバムで1枚の単位なんだからバラバラにしてくれるなと、それを主張してるんです、はい、そうかそうかそうか、はい、バラバラバラ売りしてた、バラ売りでなんかこう、はい、あのシングル版と、アルバムから抜き取って構成し直してることをレコード会社が勝手にやってるのが、はい、それが良くないっつって、はい、抗議の意味だったんですね。そういうことです、はい、でここら辺でホワイトアルバムとかアビーロードとか、アビーロードはこれ、はい、リンゴスターのフィギュアですよこれ。そうですね、これリンゴのサインですかこれ、はい、これもまたマニアックな、これどうやって入手したんですか、作ったんですか。これはね、これも作ってあの販売されてるやつで、普通はあそこ白くて何も入ってないんですけど、私あのリンゴさんにこの時ちょうど前ぐらいにもらったんですか、行き当たりまして、はい、どこだったんですか、サインしてもらったんです、ね、本当に、はい、ちょっとねすごいですよ。ちょっと一つまたいでも、あこれマイケルジャックス、はい、それでね、じゃあこっちちょっと行きたいんですけど、おっとちょっとこれ皆さん分かりますか、これ1966年7月2日ビートルズのこれ日本公演のチケット、これは本物ですか。本物です。で、私は第4歯磨きの抽選で2枚当たりまして、で6月30日とそれから7月2日が当たったんですね、はい、で当時まだここに住んでて高校1年生、
ね、とてもじゃないけどね、遊びに行くようなもんじゃないですか、うん、であの当時はビートルズって不良の代名詞だったんで、そうだった言われてたんですよね、学校からね、あの見に行ったら退学や停学やとか、そういうことを言われた時代だったんですね、でとてもじゃないけど30日に見て2日までホテル泊まってまた2日も見るってそんなことできるわけないんで、6月30日の方は見たんですけど2日の方は見てない、だから半券もついてるわけです。でこれ未使用チケットですか。そうそうそう、じゃあこれ逆にプレミアつくじゃないですか、はい、あーどうでしょうねその辺は全然気がないんでわかりませんけど、これはお宝ですね、これね、1回しか来てくれなかったしね、ですよね、はい、これって鑑定団とか出したら結構すごい、僕は鑑定団気がないんで、ただで、ゲストで出たことはあるんですけど、あ、そうなんですよ、ビートルズ関係で、はい、なるほど、でちょっとこれ、もうこれちょっと先行きましょうか、はいはい、これイエローサブマリンのこれ、はい、なんで乗れるんですかこれ本当に乗ったらこれはどうしたの、これ作ったんですか。これはね、イベントの時に僕が図面を引いてイベント会社の方が作ってくれた。なるほど、はい、よくこの入りましたね、この部屋の中にね、これね、もう保管するのも大変だったんで、分解してこれも、しかも横浜から持ってきたんですか。そうです、当時はこれ全部一体だったで、もらってきたらいいけど置く場所ないんで一軒家を借りてそこの庭に置いたんですね。部屋の中入らないんですよこれ、マンションとても無理だし、普通の家でも無理です。いや、僕の家はこれ入らないですね。ああ、なるほど。入らないですね、絶対。ってか、おそらくこの家入るのって。ここへ来た段階では、ここしかないんで、でしょうがないから泣く泣くここ切ったんで、ここだけ取れるんです。だからこれ横浜からこれ車ですか、車です。陸上になるのもいいですね、これ。だからこれ、トラックの荷台にこれを乗っけて、これ高速走ったらこれ高速の人でびっくりします。すいません、くだらない話してて、そういうあの見えるような形で運ばないで、一応あのトランクの中に入れて、これ見てください、これ、はい、こう手が込んでて、これジョン・レノンでポール・マッカートニーで、はい、ジョージ・ハリスでリンゴ・スターですよ、でちゃんとここにね、イエロー・サブマリンがいるから、あ、分かりますね、いや、イエロー・サブマリンはね、結構皆さん知ってらっしゃる方多いんじゃないか、歌としてはね、はい、昔金沢明子さんがイエローサブマリンモンドって誰もヒットしたんで、すいません、どうでもいい話です、すいません。そもそもこの博物館開いたのは何年前、5年前になりますね。それはなんでここで開こうっていうのを思ったんですか。一応ね、アコーは今かなりシャッター街化してやってて、元気がないんです、でぜひ元気を出してほしいって言って、私が帰ってきた時に私のホームページを見た人がいまして、でその人が あなたのコレクションを使って、あなた結構有名人だと、で貴重なコレクションいっぱいあるみたいで、それを展示したとこを作って、で学校を元気にしてくれないっていうお話があったんですね。で僕自身は母の介護で帰ってきたんで何もやる気なかったんですけど、まあそう言われたら僕自身もいつかどっかでね、いつもイベントではやってたんですよ、日本全国で毎年1回とかね、だけどもう定住でやるっていうのはどっかではやりたかったんですよ。今ちょっとね、ご自身で計画してやってらっしゃることがあるんですよね、はい、ちょっとそれをご説明していただけますか。はい、さあこれ、ごめんね、これこれは何ですか。これ、ビートルズ H2 風大全といいまして、ビートルズの、音楽以外の部分で H2 風大全、はいはい、ですね、まあ、ビートルズ聖書かもしくはビートルズ百科事典みたいなものですね。じゃあ開けてもらっていいですか。はい、霧の箱に見えますけど実はただの発泡スチロールです。まだこれ試作品なので。試作品なんですね。はい、中身がね、よいしょ、こっちが表紙になった。これは今まだ試作品だから、これが製本化したい、はい、そういうことです。って考えてますね、はい、ちょっと 見れますかね。いや、まずなんかすごい大きい、これサイズは A3 ですか。はい、A3 で本当は A2 で出したいんです。 A2 っていうのは A3 より大きいんですか。大きいです。あ、大きいんだ。はい、あ、じゃあもうポスターサイズみたいなイメージか。そうですね、はい、ここへ見に来た人、ほらコレクションと一緒にポスター見てたのがここにあるから、だから、あ、そういうことを言ってたのかと理解してもらえるだろうなという、はい、なるほど。
実はここは前掛け部分なんでね。あ、前掛け。前掛け長いの。そう、前掛け長い。ここで目次があって、初めて、ここから始まるんだ。はい、で、ここから初めてここから始まるんです。ほう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 。で、そこから、こちらにコメントで、こちらにポスターと。そういう形になってます。コメントとポスターがセットになって回してって、はいはい、例えばこれのページとか紹介してもらいましょうか。これはアビーロードですね、はいはい、アビーロードでまあちょっとこうね、いろいろとレコードジャケット以外の部分をこう、はいはい、ちょっとこうあれしてる感じですよね。これはね、ここにアビーロードファッションと入れてますけど、アビーロードの時に彼らがこのファッションを着たのはどうしてかと、でよくねポール死亡説でこれはよく語られる話なんですが、ポール死亡説ってあったんですよ。であれもう世界中がねあれ、話題で一つで動いた、ポール死亡説っていうのはちょっと皆さん知らないかで、ポール・マッカートニーが実はもう何年も前に、この何年も前に実は交通事故で亡くなっちゃってて、いや今のポール・マッカートニーはもう別人がやってるんだっていう話になって、はい、それがまことしやかに全世界で噂になっちゃった。まあこれアメリカが発祥なんで、言い出しなんですけどね、はい。で最後にポール・マッカートニーがイギリスかなんかのメディアに、いやいや俺死んでないからって言って、それもう終わったっていう話なんですけど今ねポール・マッカートニーも元気ですし、それでリンゴスターも、はい、新しい EP とか出してますしね、はい、だからまだまだねお二人も80超え、ポールはまだ80いってないか、痛いです、78ですけどね、うん、あ、79になったのかな、80前後ですよね、うん、二人ともね21年だもんね、はい、だから二人とも元気なんでね、もうビートルズに影響されてる世代っていうのは、はい、もう年齢の層から私のような層までその下の層まであるんでねぜひね頑張っていきたいと思います、はい、しかもそれをアコーから発信し続けてる岡本さんです、はい、これからもビートルズ文化博物館、はい、頑張っていただきたいなと思います、はいはい、ありがとうございます、ありがとうございました、終わります。